身長があと1センチ欲しくて、ふざけんなよいやいやいや渾身のふざけんなよ、あと1センチあったら180になるんですよ。180って書きたいじゃないですか、プロフィールに。それ書いちゃえばいいんじゃない。伸びてるかもしれないし、今書けない性格なんですよ。なんかそこはもう正直に言わないといけないと思ってて、だから僕179ぐらいなんですけど、あと1センチだから、まあこうなんとかしてこうバレないようにいろいろ入れてでかく見せてはいるんですけども、あと1センチ欲しいですね。十分にね、背高いですよね。でもちなみにその1センチを手に入れるために何かしてることとかないんですか。そうですね、特にしてないですね、もう今後何かお考えいただければ。そうですね、はい、よく寝てカルシウムを取って通常運転っていうんですかね、お客様がちゃんと全席、まあね、今日もこうディスタンスの関係であると思うんですけど、普通に見ていただける環境が早く帰ってきたらいいなって思ってます。なんで身長とか言っちゃったんだ大志くん自身が本当に明るくって、みんなのことをやっぱ見ているし、そのスタートの時もよし行くぞっていう時も声を絶対出してくれるので、やっぱ現場をこう明るくもそうですけど、バッと気合を入れてくれたりするところはやっぱりすごく頼りになるなと思いました。ついていこうと思いました。 ありがとうございます。大志ってエンジン好きだよねすぐ組みたがるから、すげーエンジン組むんすよコントドンカクの時は絶対組むんですけどすぐ集まりたがる絶対に囲んで手を合わせてとか、それなんかぬるっと始まるの好きじゃないんですよ。あとみんなでラジオ体操やろうとか、そうだね、なんかこう巻き込む、仕切り直してあいってやりたいんですよ、なんかまあでも気合入りますあれは。そう、ずっと夜中の撮影も続いてたんで、もうだんだんこう気がめいってきちゃって、一回ちょっともう気合入れさ、時間帯が本当にえぐかったですね、はい、それは撮ってる時ね。本当昼夜逆転でしたからね、本当に素敵な図書館をお貸していただいたんですけど、そうですね、19時までは普通に利用していた場所だったので、僕らその後20時ぐらいから夜な夜な3時4時までという生活を繰り返していって、だんだん仲が悪くなっていくんですよやっぱ人間夜寝るもんなんでね、うん、なかなか働けないっていう。そうなんですよね